ちょっと待て、何の騒動だ。この場にいる全員、そこから動くな。客に用はない。従業員はこのバッグに満杯の金を詰め込め。無駄な動きを減らせばそれだけ重税は少なく済む。ジャパニーズ銀行強盗かこれ。まさかのお金引き出そうとしたら銀行強盗に遭遇。家人持ってる。日本では銃刀法違反とかいうやつになるんじゃないのかこれ。遠慮なくバンバン撃っている。しかし一人負傷してんな。あれはちょっと、どうにかしたいもんだが。あの感じ、下手に動いたらマジで撃ってきそうだな。さて、どうするか。なんだ。今なんかすごい音が。もしかして銃声。わ、パトカーってる。じゃあマジ。痛い。血が。大丈夫ですか？へ。これは抑えて。血液で使うのは飲んでもしますね。あ、ありがとう。いつ？たくさん迷惑な野郎どもだ。金なら自分で泥つけて稼げっていた。おい、足りねえと思っただ。どうせ全部とかで溶かすんだろ。一発でっていいとかなんとかで。誰だゴニョゴニョ言ってるやつは。人生課金になってるね、穏やかに行こうぜ、全く。なんでこんな思考回路になってるのか、追い詰められて逆に冷めたのかな、これ。戻ってきこんたまたってんだけど、死ぬかもしれないのになんかな。よし、集めるものは集めた。で、外はさすがうろうろしてっから、手頃なやつを人質にしてとんずらこくぞ。さて、じゃあお前にするか。ついてきてもらおうか。おとなしくしてれば大したことはしないでいい。クソ面倒なことになってきたんだが。あ、誰か逃げやがったか。無実の一般市民に手を挙げるなよ。金に目がくらんだボケどもが。なんだ。なんでてめえノックアウトされてんだよ。おい、起きろ、誰にやられた。目の前で血ヘド吐いて強盗の片割れが倒れた。何かが目の前で超高速で動いていた。多分、あいつだ。くそ、ドイツがやった。ドイツが。はいはい、ここは日本だよ。ドイツに行きたいならパスポート申請。大丈夫お姉さん、すぐ病院行けるからもう少しだけ。ふえ、いつの間に？え、どっから湧いて出たかわからんか。余計な真似してんなよ。人を助けるのが余計とかその脳みそ味噌汁にでもされたの。だとこのクソガキが。舐めた口聞けねえようにしてやるよ。よしっと、しばらくこれで。片方は多分しののめくんか。あれ、何してんの逃げないの。まだ弾は残ってたはず。あ、それ、さっき相方さんをぶっ飛ばした時に、視線がそっちに行ってたでしょ。その隙に弾だけ抜いてあんたの手に戻しておいたの。自分の使う武器ならちゃんとどうなってるか把握くらいしようよ。これだから、と、素人は困るんだ。くっそ。あいだ、こんなところにバイクを。悪いな、お前を連れて行けん。俺は先に離脱する。あらら、あのバイクだか見せられるかな。交代して。ドイツがこくのはさすがに好きじゃないね。こちらです。何やら中でトラブルがあってるようですが、今のうちに避難を。かなりのやつがいろいろと暴れてやつを煽ったおかげで、こっちに被害が行くことはなかった。それを見抜いた警察によって、俺は一足先に外に出ることができた。だがあいつは、なぜあそこまで平然としていられるのか、さっきの俺のように、追い詰められて逆に冷めたという感じはしない。映像人、こんな感じだか。バイクで突っ込むしかね。最悪だ。
離れて。こいつらこきやがったのか。あいつ俺の頭に銃向けやがったやつか。何か言ってやりたかったところあるか。今の俺などうしようもねえか。バスケットボール、そうか、荷物で入れてたやつか。こんなタイミングよく転がってくることあるんだな。なんか気に食わねえし、今んところ逃げてるバイク見えるし。当たればバンバンザイ、ずっこけてくれ。くそ、なんなんだあの紫のガキは。二回りはあるあいつはあもたやすく、しかも拳銃の知識が俺以上にありやがる。どうなってやがるマジで。ともかくまずこの金をどっかに隠して、アジトを定期的に転々としねえと。え、なんでいきなりボール目の前に。え、バスケのボールが当たって犯人がバイクから転倒。どこからどうなってそのボールが来た？当たったか、バンバンザイ。バチが当たったんだろうな、ざまあみろ。とんだ目にあったな。予定が狂うにも程がある。ちょいと連絡入れとくか。あ、紙とか入れてたか俺。落ち着いたらこの番号に電話かけてワン切りしてくれ。こちらからまた連絡する。鏡和也。今度はなんだよ。だけどまあ、話ありそうだし。しかもういないのかまさか。とりあえず巻き込まれはこれで終わった。なぜあいつがいたのかは。なぜあんなに微動だにしなかったのかは、その時にでも聞こうかな。解放されたのは夕方になるかならないか。夕日ががっつり出てるから夕方かな。あー練習がーというのは置いといて、この番号にかけてワンコールで電話を切ると、これで連絡取れるんだろうな。はっやいな折り返し。もしもし、終わったの東雲くんや。ああ、終わった。スカイツポケットに紙を入れたんだよ。君がボールをバカにクリーンヒットさせたとき。あ、そう。で、なんか用事なのか。まあ用事。かな、確かに用事かもしれない。おう、とりあえず、ここに来て。スマホに送ったから。わかった。こっちの用事あるかどうかは聞かないの。まあないけどさ。